新緑の中、オレンジ色の葉が目を引きます。鏡野町の山あいにある葉出地区です。このカシの木はウロジロガシの変種で、春には赤、冬には濃い緑と1年に7回葉の色を変えることから虹の木とも呼ばれています。推定樹齢は300年を超え、岡山県の名木百選にも選ばれています。今年は2週間ほど前から葉がオレンジ色になり、現在は日当たりの良い枝を中心に色づきが進んでいます。今頃が多分一番最高だと思いますけどね、オレンジ色の葉は来月には黄色く染まり、8月になると黄緑に色を変えていきます。